はい、皆さんこんばんにちは、マットです。今日は8月27日土曜日、8月最後の土曜日ですね。睦矢崎浜オートキャンプ場にやってきました。6回目ですね。曇りで風がなく蒸し暑いです。はい、今日はここでまた一泊のんびりしたいと思います。割と混んでますね。今回新しいタープタツンカ 2TC ですね。ポールをね、間違えました。持ってくるやつ長さがいまいち。そして横に貼りました。雨降ったらフライかけます。膝が出る短パンを履いていきました。まあ、夏も最後なんでね。こういうの嫌いな人多いっすよね、女子で。短パン気持ち悪いとかタンクトップ気持ち悪いっていう女子はいるのは知ってます。じゃあ飲みます。10時です。スタート。隣が近いんでね、喋りづらいです、はい、で管理人の人もね、お久しぶりだねみたいなこと言われちゃって、もうあの去年のクリスマスの雪の脱出から岐阜のやつっていうね、名前も覚えられて久しぶりなんて言われました。午前中はね、これ1本ぐらいにしてのんびりしたいと思うんですけど、先週行ったねキャンプしないおっさんの休日の編集をね、久しぶりに iPhone でやってるんで、その続きをやって昼までにはアップしようかなと思ってます。今日はですね、味噌汁とご飯を炊いて、そしてシリュウさんからいただいたイカ飯カレー辛口を食べていきたいと思うんですけど、これね、イカ飯カレーでしょ、見るとね、どうもね、米も入ってるみたいで、カレーにイカ飯が入ってるから、ご飯も入ってるようなんですけど、まあ、せっかくご飯炊くんで、まあ、イカ飯をカレーとね、まあ、ご飯かぶらない。蒸し暑い。なんか久しぶりに使うな、アルコールストーブね。ちゃんとね、ちゃんと暑さ抜いときましょう。プシャーってなる人がいたからな、この間両側から吹き出してたもんね、上も下もプシャーって。あれ今笑えたわ。どうでしょうか、先週明治村で買ってきた箸置きですね。箸置き、今日はスプーンを気になってますね。ガラスの箸置きは初めてですね、うん、ご飯は蒸らし終えたかな。あっち、いい感じですね。いいですね。いいっすよ。うん、うまっ。味噌汁がさ、ちょっと作りすぎたな。豆腐がでかいのが入ってる、切ってあるやつね。そしてイカ飯カレーをかけたいと思います。イカ飯カレー、どうなんすかね、ご飯が出てくんのかな。イカ飯、あつイカ飯、あ、ご飯ご飯入ってるぞ。ほら、ご飯入ってる。え？ご飯入ってるわ。もうそのイカ飯の形じゃなくて、イカ飯のなんちゅうのかな、イカはいる。あ、イカいた。イカいたわ。これはこれ単体でカレーとして成り立ってるものだったんね。なるほど。
いただきます。いちごを召したいたし、かけちゃったし、食うしかないんだな。うん、結構ね、辛め、ピリ辛、スパイシー。そしてこの炊いたご飯かルーに入ってたご飯かよくわかんないけど美味しい。うん、イカの味がする。まあ、イカ飯、カレーだからね、カレーの強さはあるけど、イカの味はする、うん、これは果たしてこの食べ方で良かったのかな。ご飯が入ってるカレーって初めてなんで、それをご飯にかけて食べる、うん、ありだな。だからチャーハンライスみたいなもんですよ、うん、ね、チャーハンをおかずにご飯食べるみたいな。ごちそうさまでした。ご飯いちごといかめしカレー、多分味噌汁2杯分ぐらい作っちゃったね、うん、豆腐入れたけど豆腐美味しかったかな。うとうとしてたらですね、なんか暑いなと思ったら日が照ってきた。暑い、タップ下でもちょっと若干熱を感じるっすね。結局海には入ってないです。海じゃねえや、琵琶湖には入ってないですけど ね、周りファミリー、カップル、隣なんてさ、カップル、夫婦、夫婦じゃないな。さっきからずっと楽しそうな話してるの、くそー、裏前足めちゃめちゃ楽しそうだな。まあ俺も楽しいんだけど、ああいう風に楽しんでみたい。もっと魚持ってこればよかったかな。焚き火をこの湖畔キワキワのところにやってきました。さらに飲んでいこうと思います。昼明るいうちにねつけておいた箸がねどっか行っちゃって、南蛮漬けを、ナスビを食べていきたいと思います。熱っ、熱っ。ずっとこの湖畔でギリギリのところで焚き火をやってましたけど、今日はやっぱりちょっと波の音が多くて、そんなにいろんな音が聞こえなかったですね。なんか声とか聞こえたらよかったなと思ったんですけど、今日は聞こえませんでして、自分ももう酔っ払いになってきたんで寝ます。おはようございます。
うん、曇り風あり。この間京都にゴールデンカムイ店へ行った時に買ってきた味噌ラーメンを、まあ月に1回だけラーメンを食べるっていう、一杯だけねっていうのをやり始めて2ヶ月経つんですけど、インスタントラーメンはそれに含まれてないんですけど、自分の中で。でもこのインスタントラーメンとかカップ麺食べるのもなんか久しぶりのような気がする。うん、でお蕎麦ばっかり食べてたんですよね、2ヶ月ぐらい。でお蕎麦ばっかり食べ始めて、なんかお腹がさ緩くなってたの。あのお腹痛くないんじゃ、痛くないんだけど、普通にトイレ行ってうんこするとシャーみたいな感じで、なんでこんな下痢なんだろうと思って、それがずっと2ヶ月あって、この間ツイッターでそば食べ過ぎるとなんか赤いブツブツ出るよみたいなこと言われて、で自分は赤いブツブツは出てなかったんだけど、そば食べ過ぎで検索すると下痢みたいなこと書いちゃって、そば食べ過ぎるとお通じが良くなって下痢になるって書いて、かと思って今ちょっとそば食べるのやめてます。別にそんな支障はなかったんですけどね、すごく快便でしたから。ただシャーってなるんね、水みたいに。ごめんね、汚い話で。で、あのやっぱり便秘の人とかお通じある人はそば食いすぎた方が出るのは出ると思いますよ。はい、ということでおそばラーメン、おそば鍋できました。いただきやす。はい、風がビュービューです。はい、撤収完了しました。レンコンのいつも使ってる箸を買ったばかりの電車の箸置きが使いません。昨日テーブルをねこっちにずっと持ってきたんですけど、どっから落としてるかと思ったんですけど見当たりません。